Thank you.
さんどうもこんにちは、はいどうも皆さんこんにちは。同志社大学のサードハードオーケストラです。よろしくお願いします。ということで一曲目お送りしましたのはスナーキーマピーさんのバッドヒッツーザバックということで、ソリスト紹介いたします。ソリストオン、ピアノ、キーボード、オンキーボード、山本夏樹、よっしゃ、オンドラムス、中森文明、はい、ちょっと界隈の方で、佐渡花のドラムはいつ見つかるんやっていう話が、ちらほら出たところなんですけども、中森くんが、なんと1週間ちょっと前ぐらいかな。1週間ちょっと前ぐらいになんと正式加入しまして、今回1週間で今回やる曲を仕上げました。さあということで皆さんちょっと暑いですね。さっきまで太陽隠れてたのにね、ちょっと太陽の方もなんか佐渡ハムみたいらしくて、うんうん、雲しのきで見てるんですけれども、皆さんお手元にお水はありますか？お水でも何でもドリンクありますか？ちょっと飲みましょうか今。この水、この水なんとですね、ご支援されて、ご支援していただいた水でございます皆さん、これ、yeah. なんと、皆さんこの水なんとですね、我々サードハードオーケストラにご支援していただいて、まあ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 金額を置いておいて、ご支援していただいて全員分に配られた水でございます。本当に寄付してくださった皆様ありがとうございました。さあということで続きまして次の曲に移りたいと思います。続きましてはバルカンワールズという曲でございます。ソリスト紹介はごめんなさい、すいません。続きまして2曲目バルカンワールズです。どうぞ。
ありがとうございました。バルカンワールズでした。ということで、すいません、ちょっとお察しの方も多いと思うんですけど、今日が初 MC ということでやらせてもらってます、佐藤というものです。皆さん聞きましたか、さっきのどうしたの自己紹介っていうんですかね、自己紹介的なやつ聞きましたか。皆さん、他大学はあんな素晴らしいことをいっぱい書いているのに、どうした大学のあの一言みたいな、なんてさ、伝統と革新、何やそれみたいな伝統と革新で、これもね、ちょっとここだけの話は部内にもそのバンド内にも、これちょっとやめといた方がいいんじゃんみたいな声もあって、まあ、正直これまあ通ったのもあのタッピーさん、あのコンマスのタッピーさんって言うんですけど、タッピーさんのわがままみたいなのがありましてこれということで、ね、皆さんタッピーさんのわがままでサドハドが滑ってるみたいに思われたら嫌やということで、皆さんにちょっと意見を聞きたいと思います。皆さんパンフレット見てください。今手持ちに持っている方、同志社が十何ページとかやると思うんですけれども、同志社のこの伝統と革新いいよって思う人手挙げて、いいと思う、かっこいい、面白い、パッと見いいと思うという思う人が多いということで、タッピー無罪、同志社は滑ってなかったということで、早速、残念ながら最後の曲になってしまいます。続きまして、すいません、忘れてました、ライブの告知させていただきます。6月29日に京都のラグの方で同志社大学ザ・サードアートオーケストラ、なんとワンマンライブをさせていただくことになりました。6月29日は木曜日なんでね、ちょっとお仕事あるよとかそういう方多いかもしれないですけど、これ見に来てる学生の皆さんは授業後京都ラグまで足を運んでみてはいかがでしょうか。それともう一つ、同志社大学 SNS をやっておりまして、インスタグラム、ツイッターの方はまあ皆さん知っている方多いんじゃないかと思うんですけれども、なんと Facebook もサードハードオーケストラやってまして、ツイッター、インスタグラム、もう一つ Facebook の方も、フォローしていただいたら、もっと分かりやすく細かい情報などがね得られると思うんで、ぜひ検討してみてください。さあ続きまして、最後の曲でございます。皆様ここまで聴いてくださってありがとうございました。最後の曲、Song for Buddy です。
様、同志社大学ザ・サードハードオーケストラのをお聴きいただき誠にありがとうございました。次回はですね、6月29日にですね、僕はありますワンマンライブ、先ほどおっしゃってくれました僕のございますのでですね、木曜日になりますが、ぜひ皆さん、日程合っていればぜひお越しいただきたいなというふうに思っております。そして次、こちらのステージは恋愛バンドの皆さんですね、一人のバンドが演奏してくださいます。その後にはセッションもございますので、皆さんぜひ最後までお楽しみください。以上、同志社大学ザ・サードハードオーケストラでした。ありがとうございました。ありがとうございました。同志社大学サードハードオーケストラの皆さんの演奏でした。じゃあちょっとインタビューをしたいと思うんですけど、インタビューの方、マイクの方ちょっと、ありがとうございます。お願いします。演奏の終えての、お客様の反応を含めて感想一言お願いします。いや、今年実は、やっぱさっき MC でもやってもらったんですけど、ドラマをちゃんと初めて正規のメンバーに迎えてもらえるというのが2時間の近いので、不安な部分もあったんですけど、今できる限り演奏できたんじゃないかなというふうに感じています。ありがとうございます。なるほどね。ちょっと探せていただきます。なんか今回のジャズフェスで楽しみにしていたことは何ですか？楽しみにしていたことはやっぱりそうですね、英語になるのよ。今回これだけ、僕たち同志社と安大さん、京大さん、立命さん、江南さんと天理大さんと奈良福士さんで、これだけ多くの大学が集まれるというのは全然なくて、そういったところでいろんな人と交流とかさせてもらったりとか、いろいろこんな人がこんな人がこんな番組をやってるんだっていうのを、やっぱ初めて印象が分かったので、知れてよかったなというふうに感じます。僕も佐渡派の方に多分初めてお会いしたので、よろしくお願いします。今回のジャズフェスの出演で一番大変だったことを教えてください。大変だったことといいますと、僕実はいいのもやってるんですけど、やっぱりそうですね、いろんな大人の方にご協力いただいて運営しているイベントっていうのは僕自身あんまり経験がなくて、こうやって委員としてそういう形でイベントに関わらせてもらう中で、いろんなやり取りの大変さとかいうのをちょっと感じました。すごい大人な感想でありがとうございます。インタビューは以上になります。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。転換を行いますので、もう少々お待ちください。